はいどうも、たっぷりカブタムシのお時間です。今回はミヤマクワガタの頭がなぜあんなとんでもない形になったのかを考察していこうと思います。はい、というのも僕たちは普段クワガタの強さに関する調査をしているんですけど、その調査の中でミヤマクワガタって挟む力が見た目によらず強く、体重を揃えたらクワガタの中でも挟む力がかなり強い部類ということが判明しました。参考程度にこんな感じのデータになります。よく挟む力が強いクワガタといったらヒラタとかオオクワが挙げられますが、それはあくまで体長が同じであればという話であって、おおよその体格を揃えるとミヤマもオオクワやヒラタと同等の力があります。写真を見てもらえればわかると思いますが、オオクワやヒラタは頭部や胸部の横幅があって、体の体積はミヤマクワガタよりもはるかに大きいと思います。それなのにミヤマはオオクワやヒラタと同等の力がある。これはなぜなのかと疑問に思い、今回はいろいろと調べてきました。まずは、クワガタの挟む力っていうのは何で決まるのかっていうところから、お話ししますが、ほとんどのクワガタは大顎を閉じるための筋肉の量で挟む力が決まると思います。そしてこの大顎を閉じるための筋肉はクワガタの頭部の中にあります。筋肉密度などの違いもあると思いますので、全てのクワガタがそうとは言えないのですが、僕たちが今まで測定してきたクワガタの傾向を見ると、頭が大きなクワガタは挟む力が強いという傾向がありました。アルキデスっていうね、例外もいるんですけど、あいつは筋肉が頭の中に収まりきらずに胸、胸部まで張り出してきたせいで、胸幅が広くなったという異常なクワガタなので、そういうのも存在するんですけど、基本的には頭が大きなクワガタは挟む力が強い傾向があると思います。じゃあ話を戻して、じゃあミヤマクワガタっていうのはどうなのかってところなんですけど、ミヤマクワガタは頭が他のクワガタとは違っていびつな形をしています。そのためこのミヤマクワガタの頭部は地上突起や冠と呼ばれることもあります。ここをね、耳状突起とか言ってるのは頭が悪い人なので注意しましょう。頭の横幅自体は種類によって広い狭いはありますが、ミヤマクワガタに共通して言えるのは頭部の体積が広いということになります。これが何を意味するのか。そうです、大顎を閉じるための筋肉量が多い可能性が高いということになります。僕たちは実際に解剖して筋肉量を測定したわけではないので、推測の域を出ないんですけど、挟む力の測定結果と大顎を閉じるための筋肉が、頭部にあるという事実からその可能性が高いと思います。そしてここからはなぜミヤマクワガタはあんな頭になってしまったのかという話になりますが、まずミヤマクワガタはオニクワガタと、近縁の種類になります。現在の姿はオオクワガタやノコギリクワガタと、同様に大顎が発達していますが、昔はオニクワガタのように大顎がそこまで発達せずに、オスとメスでそこまで外観的な差がないクワガタだったそうです。ちなみにこのオオクワガタやノコギリクワガタのようにオスとメスで外観が異なる現象を雌雄二型と言います。しかしミヤマクワガタも木から出た樹液を餌にしているため、他のクワガタとの縄張り争いがあり、大顎が短いと縄張り争いで不利なので、餌場の確保のために大顎が大きく進化したと考えられています。もともと大きな大顎を持っていたクワガタとは違い、大顎が短い種類だったクワガタが自然界で生き抜くために独自で進化したのがミヤマクワガタになります。はい、ここからは僕たちの考えですが、こうして独自の進化をした時に大顎が大きくなるんなら挟む力も強くなった方がよくねってなって、大顎と同時に頭も発達したんじゃないかと思います。はい、ということで今回はミヤマクワガタの頭についての動画でした。
僕たちも調べた情報に間違いがあるかもしれないので、詳しい方がいればコメントしていただけたら助かります。またミヤマの頭についてこうなんじゃないかなど、皆さんの意見なども聞けたらと思いますので、ぜひコメントしてもらえたらうれぴこりん。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。